皆さん、ホヤってわかりますか？この私のジャポニゼっていう本にも見てください、ホヤね、見てください、今日これパンパンでしょね。僕はちっちゃい頃浜で拾ってだいたいこれを10個とか20個食べて味覚を鍛えたんです。このパンパンなやつを選んでください。これちょっとでも脂肪出たらもう、内臓がありますからアンモニア臭が出て、こういうパツパツこう出なければよろしいでしょうか。入れる包丁でほら、おお、見てください、手を入れるとすぐこう取れます。よいしょ、はい、これぐらいがちょうどいいですね。このおソースをパイナップルですね、皿の上に乗っけてミディアムレアぐらいがいいと思います。